ラバクの白ナイル川ラバクは、スーダンの青ナイル地方の白ナイル州の州都、スーダンの主要都市の一つで、州のプラントの数の8割以上、工業に対する投資の9割以上を占める、工業都市となっている。ラバクに工場を置いている企業としては、ナイルセメント、ケナナザ島などがある。2007年の人口は15万2711人だった。 標高362メートルの白ナイル川東岸に位置し、首都のハルツームからは約260キロメートル、エチオピア国境からは約340キロメートル、それぞれ離れている。交通はハルツームラバク道路でスーダン北部とつながっているほか、別の道路で東のセンナールや西のオベイドともつながっている。1994年、白ナイル州の州都になった。 ラバクの人口の推移は以下の表の通り。ラバクはスーダンにおいて独特なロケーションで、また前日の通り交通の便が良い。このことがラバクをスーダンにおける主要な商業都市の一つにしている。また、2002年のセメント生産量が4万千トンとなったセメント製造業のナイルセメントや製糖会社、製油所などの工場が毛菜には存在する。ありがとうございます。